安全、キャンペーンのために頑張っていきたいと思います。まあ、横におられる市長がなんと私の中高大の後輩でございます。ちょっと高いところになっておりますが、今日はさらに一日署長ということで、私高校大学の途中まで平方市に住んでおりました。平方はとってもいいとこですが、坂が多い。で、坂が多いからどうしてもこうバイクに乗ってしまって、まあ、自転車でもいいんですけどね、やっぱり自転車しんどいからバイクに乗ってしまって、なんと大阪府がねバイクの事故が多いという、まあ、不名誉な結果でございますので、皆さんも、まあ、バイクに 乗りたい気持ちは分かりますけれども、乗っていただいたらぜひ安全運転を、心がけていただきたいと思います。そして私あの今日一日所長なんで、自分の権限によって私の、スピード違反は1回ぐらい無視したいと思います。そんなことございません。でも本当にね、あのスピードは楽しいですけど、やっぱ怖い面もありますのでね、事故ない平方を目指して、今日一日キャンペーンを行いますので、皆さんぜひご協力よろしくお願いいたします。誠にありがとうございました。またこのこともよろしくお願いします。